皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日のメイクは幸せが溢れ出すような多幸感メイクを作っていきます。優しい表情に見せたい方や若々しく見せたい方、前向きになりたい日やデートの日にぴったりなメイクです。多幸感メイクのポイント、一つ目はお肌にくすみがない透明感のあるツヤ肌です。お肌からオーラを放つような、そしてお肌が弾むような印象を作っていきます。二つ目は穏やかな表情を作り出す眉です。眉間は離し、なだらかなアーチ眉を描くことで穏やかな表情を作り出すことができます。そして最後の三つ目、カラーアイテムは血色感を感じられるカラーを使用することです。ピンクやレッド、オレンジなどくすみがないカラーを使用します。透き通るようなカラーを使うことで元気な印象を作り出すことができます。以上のポイントを押さえてメイクをしていきます。それでは動画スタート。内側から潤いに満ちた肌にするためにシートマスクを使っていきます。最近使用しているのはメディキューブのスーパーシカデイリークイックマスクです。肌の鎮静効果の高いシカ成分が配合です。お肌のコンディションを整えてくれます。ベタつきはなく、さっぱりとした使い心地なので、熱帯夜の夜だったりメイク前、どんな時にも使用ができます。はい、潤いがチャージされました。では乳液を重ねていきます。お肌にくすみがあるとドヨンと重たい印象になってしまいます。くすみはすべて取り払っていきます。使用するのはこちら、ポーラの BA デイセラムリキッド。透明感の出るパープルを使用します。パープルはレッドとブルーを混ぜ合わせてできています。レッドで血色感、ブルーで透明感をプラスすることができるカラーです。ポーラの下地は光を集めるため自然なツヤ感もプラスされます。こちらをお顔の中心に点在させます。そしたら濡れたスポンジを使って中心から外側に向かって伸ばし広げます。特にくすみが気になるところは重ね塗りをするといいです。下地でベースメイクの7割を仕上げちゃいます。ファンデーションで2割、残りの1割をコンシーラーを使って作っていきます。使用するファンデはスックのヌードウェアリクイド EX。 素肌感を残した仕上がりで、ファンデをつけていないようなシームレスで軽い仕上がりです。ファンデーションの厚塗りは透明感が奪われてしまうので、必要最低限で薄く仕上げるのがポイントです。そうするとね、必然的に透明感は出てきます。気になるところがあればファンデーションを重ね付けします。数回叩いてカバーできなければコンシーラーを使っていきます。クマがあると元気がなさそうに見えるので、クマはしっかりとカバーしていきます。シミやニキビ跡などのトラブルはブラシを使い、一つずつ丁寧にカバーをします。チークも含めてポイントメイクでは血色感のあるカラーを使用していきます。お顔の中心で広範囲に入れるチーク、多幸感を演出するのには大事なパーツです。特に血色感を感じるピンクやレッド系がおすすめです。チークを楕円にふんわりと入れていきます。クリームやリキッドタイプのチークを使えばツヤ感もプラスされます。不思議とチークだけでね、幸せな顔になってきましたよね。ハイライトも同じくクリームやリキッドタイプがおすすめです。今回は3のシマリンググロウデュオの1番、女神スポットに重ねることで目元が明るく見えます。また女神スポットは大きめに入れることで目と目の間を離して穏やかな目元を作り出すことができます。それでは高いところに重ねていきます。はい、このように光を集めることで顔が明るく見えます。フェイスパウダーはたくさん重ねてしまうとマットなお肌になってしまい、透明感が半減してしまいます。必要最小限に使っていきます。使用するのはキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーアブルームの2番です。わずかにピンクを感じさせるカラーで血色感をプラスすることができます。フェイスパウダーブラシにテカりやすいところはこのように置くように重ねていきます。他のパーツは磨くように優しくふんわりと重ねていきます。眉は幸せ顔を作る大事なパーツです。眉の眉間が狭いとキリッとした印象で、角度のあって細い眉、そして角があるとちょっときつい印象を与えやすいです。先ほど挙げた例とは反対のことをやって幸せに満ちた穏やかな表情をつけていきます。まずは眉頭、眉間を離すために目頭の延長線上付近にします。眉尻は小鼻と目尻を結んだ延長線上、そして眉頭よりも下がってしまうと困り眉に見えます。悲しい表情に見えてしまうので眉頭よりも高い位置にします。
続いて眉山。眉頭の高さよりも高い位置にしてしまうと角度がついてしまいます。眉頭の高さよりも1ミリから2ミリほど高い位置にします。眉山は角を作らずに丸みを意識して描いていきます。眉の太さは太すぎず細すぎない。目の縦幅1に対してだいたい3分の2を目安に太さを決めるといいです。このように毛が足りないところを描き足しました。さらに柔らかい表情を作るためにピンクやコーラル系を使って、眉頭にピンクやコーラルなど暖色系のカラーを入れることでさらに柔らかさがアップします。しっかりと描いてしまうと力強く見えるので大きめブラシでふんわり発色で仕上げます。さらに柔らかさを出すために眉マスカラを重ねていきます。眉の色をブラウンからコーラルに変えるだけで柔らかい表情になります。アイメイクは濃くしてしまうときつい印象を与えることがあります。きつく見えないようにナチュラルな目元を作っていきます。上下のまぶたにアイシャドウベースを重ねます。使用したのはルナソルのアイリッドベースの N です。ベージュカラーのため目元のくすみをカバーすることができます。使用するのはディオールのサンククルールクチュール879番。こちらのピンクをメインに使用し多幸感を演出していきます。アイホール全体にパールのきらめきをプラスします。先にパールやラメを仕込むことでナチュラルだけど華やかなオーラを放つ目元に見えるからです。そしたらコーラルピンクをまぶた全体に入れます。垂れ目を作ることで柔らかい表情になります。下まぶたの目尻側にピンクを入れます。目の際の目尻側にレッドをライン代わりに入れ、クリッと丸い目を作りたいので黒目の上下にブラウンを入れます。下まぶたは太く入れてしまうと目元が暗く見えてしまうので細く入れるのがポイントです。涙袋にハイライトカラーをのせます。涙袋を作ると可愛らしさだけではなくレフ板となり目元が明るくなります。垂れ目を作ることで笑った時に目尻が下がるような表情が作られ、多幸感を感じる目元に仕上がりました。まつげは下がっていると影となり目元が暗く見えるため、しっかりとまつげを根元から上げていきます。ブラウンのマスカラで抜け感を作りながらも自然にまつげを際立てていきます。まつげは放射状に広げることで幸せビームを放出していきます。続いてリップメイクに移ります。リップメイクをする前に潤いと血色感を仕込んでいきます。使用するのはビセのダイヤモンドリップティントセラムです。偏光パールが入っていて繊細にきらびやかに輝きます。唇を保湿しながらふんわりと色づきます。ティッシュオフをして油分を抑えます。はい、そしたらビセのキャンディーステイン、塗っていることを忘れそうなぐらい軽いつけ心地です。そしたら指でなじませます。はい、こんな感じにメイクが仕上がりました。黙っていてもお顔から幸せオーラが出ちゃうようなそんなメイクに仕上がっています。最後までご視聴ありがとうございました。何か少しでも参考になった方は高評価ボタンとコメントをいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。